はようございます。私いつ眠ってしまったのでしょうか。ベッドをお借りしてしまったようですね。はい、すぐにお入れします。ショットガンの銃声ですね。お待ちください。どうするつもりなのですか？無駄です。銃を持って乗り込んできた以上、もう手遅れです。それでも賛成できません。あなたたち日本人はテレビドラマの世界で生きてるみたいですね。銃を持った人間は最初に撃ちます。警告など発しません。声一つ上げることもありません。いきなり腹を狙って無言で撃ちます。相手を目にした瞬間にあなたは撃たれています。あなたが地べたに倒れて動かなくなったら、その時初めて全ての交渉が開始されるでしょう。なぜなら最も交渉しやすい相手は死体ですから。の常識です。特殊な訓練を100時間以上受けたものでない限り、素手で銃に立ち向かうのは自殺と同じです。私はニューヨークのダウンタウンに10年住んでいました。それ以外に何か理由が必要ですか？ならば、私の警告に従ってください。お願いします。あなたが死んだりしたら、私は…リスクが高すぎます。それしかないのでしょうか。ありました。ただし条件があります。
実に無抵抗であること、それが最も生き残る可能性の高い方法です。その前に、ドクターも震えてますよ。無理するのは一生でこれだけにしてくださいね。私もお手伝いしてよろしいですか？この島を出ても、ドクター。 God bless you。どうしたのですか、ドクター。早く行きましょう。今なら。何を考えているのですか？分かってます。戻りたいのでしょう。あなたのことはよく理解しているつもりです。短い間でもあなたは心のままに私に接してくれましたから。あなたが必ず守ってくれると信じてますから。私からも約束します。必ず私があなたをお守りすると。
やはりこの木に動いたようだ。君が私の武器を取ってきてくれたら考えてもいい。三階の祈りの場に祭壇がある。その中身が武器庫になってるはずだ。そこに私の拳銃と弾が保管されている。それを持ってきてもらいたい。そうしたら私は君に協力できるかもしれない。信じる信じないは君に任せる。それは構わん。だが1階へ降りるのはやめた方がいい。銃撃戦の最中に飛び込みたくなければな。どうしてそんな気になった？いいだろう。私の武器はトカレフだ。それと銀色のケースに入った弾丸だ。この屋敷でトカレフを使う者は他にいない。武器庫を探せばすぐに見つかるだろう。私は部屋の前にいるブルーノをどかしてくる。私はあの人がよくわかりません。裏切り者です。彼はこの屋敷へ来るまで IRA のコマンドだったのです。有能なテロリストとして一部で名前の知られた存在でした。その彼がどのような経緯でこの屋敷に来たのかは知りませんが、ただ旦那様に認められる条件としてかつての仲間を暗殺したらしいのです。この私が信用できると思いますか？いえ、いいのです。私の気持ちは気持ち。そんなことでドクターの判断を曲げないでください。どうしました？わかりました。見張り役務めます。
探し物は見つかりましたか？ずいぶん熱心にお探しでしたね。その銃をどうするつもりですか？ドクターは安全な場所にいて、怪我人の手当てをしていただきたいのですが。ならば、脱出でもしますか？ここまで流れが悪化したら、もう修復はできませんね。潮時でしょうか。止めるつもりはありませんが、契約を軽んじる者にはそれなりの報いがあることをお忘れなく。私はどちらでもいいのです。ほんの一部ではありますが、目的のものは確認できたので。何のデータで抜けると失敗するか、それが分かっただけでも収穫でした。やはり掃除球と天活球の効能は。何か見逃すも何も修復不能と言ったはずですが、ご心配なく。あなたの残す杞憂は私が処置しておきます。メイドたちのことも含め、すべてを元通りに、正しい流れに戻しておかないと、後々良くない淀みとして残ってしまいますので。この屋敷のように。おい、こんなところに入ってくるな。待て。医者は私が呼んだ。万一の場合、全員で3階に立てこもること。侵入者があの男一人と思わぬことだ。おそらく奴は町の連中も連れてきている。どうすれば奴らを倒せる？わからん。俺も下へ行く。どけ。もういいだろう。持ってきたか。すまない。問題ないようだ。行くぞ。
北の船着き場に連絡船が来ている。あとは交渉次第。媚薬は嗅がせてある。行くのか行かないのか。一回は強行突破する。やあ、ドクター顔を出すな。どこだ、テオパドリーノ。動くな。銃で狙われると腹のあたりの血が冷えるだろう。ここは私が行く。ドクター申し訳ありません。知らせることができなくて。私は平気です。あれは下から追ってきた人たちへの発砲です。私、ドクターを心配しました。あの人、私を押しのけてこの部屋に入ったから。会長が。貴様、テオパドリーノ、お前は一人で煉獄へ落ちろ。貴様は何も知らんのだ。貴様は知らない。貴様は。これでいい。これであの日の姉さん、うわっ、こうなるつもりで来たんだろう。とどめが欲しいか。すまん、頼む。Thank you.
会長は。会長はどうした。残念だが止められなかった。なんだと。会長、少し休ませてもらう。ドクターも検視は後でいいだろう。事後処理は本社の幹部でも呼ぶんだな。このまま屋敷を出るぞ。今しかない。後戻りは考えるな。君もそれでいいな。私は構いません。に聞きたいことがあります。あなたは何を考えてるの。何をとは。会長が殺されるのを見過ごしましたね。安く防ぐことができたはずです。間に合わなかっただけだ。それは私はそう言うしかない。墓地の時だけでなく、今まで何度も私を助けてくれた。さりげなく無関係なふりを装いながら、気がついてないと思っているのですか。今度もまたドクターと私を。私がアイリッシュだからですか。だとしたら許せません。ドクターは黙っていてください。同胞を裏切って殺した人に贖罪のつもりで助けられてたと思うとゾッとします。どうなんですか。なぜ私たちを助けようとするんですか。私はドクターをお守りすると約束しました。このまま信用できない人間に無条件に従うわけにはいきません。説明を求めます。言わなければならないのか。私はこいつはいいや。
ドクター、この男にはついていかない方がいいぞ。食わせ者は、俺は前々から怪しいと睨んでた。会長をわざと殺させやがった。何を企んでんだ。え？ミッキー。てめえなんざ初めから信用されてねえんだよ。気がついてただろうが、ずっと監視をつけてたしな。それにおめえにだけ防弾チョッキを支給しなかったろ。いつでも撃ち殺せるようにな。その笑い方をやめろ。へえ、面白い。やってみるかい。ハンデ付きだがな。やめなさい、アントニオ。引っ込んでろよ、シニョリータ。いい加減にしないと。このクソ生意気な女、一度思いっきりぶん殴ってやりたかったんだ。いいざまだぜ。ドクター、クリスティは？そのメイドは？ならば、血を見せずに済むな。てめえ、どうしても死にてえらしいな。なんでだよ。納得いかねえぞ。防弾チョッキが。くそ。不良品かよ。トカレフの弾丸は異常に強い貫通力を持っている。9ミリ用の防弾チョッキは紙と同じだ。すぐに追っ手が来る。そのメイドの面倒は見られるな。ならば行くぞ。そのメイドはまだ目を覚まさないのか。
君はどうなんだ。背中軽くはないはずだ。ここで休みを取ろう。休むぞ。船に乗る時が一番危ない。今体力を回復しておけ。どうした？今必要な話はない。北アイルランドのカトリック教徒なら誰もが共和国軍の一員となりうる。子供も老人も富める者も貧しい者も、私がそうだと言って安易に誰かと重ね合わせないでほしい。私も人から聞いた話をしよう。その男は2年前ニューヨークに滞在していた。北アイルランドでカトリック、プロテスタント両政党の和平合意がなされたとした。男は IRA のロビー活動を行うため訪米した政治家の護衛を務めていた。そのわずかな滞在期間のある日、男は現地のデータバンクで生き別れた家族がニューヨークで暮らしていることを知った。一家は事業に成功し幸せな日々を過ごしているようだった。
男はこの巡り合わせを神に感謝し、数週間後、兄として家族に再会するため再びニューヨークを訪れた。だが遅かった。その時すでに妹はどこかへと消え、父と母は殺された後だったのだ。妹は何も知らないだろう。父と母の死は彼女が失踪した後の出来事だ。会社の警備体制にミスがあったらしい。そこを狙われた。テロだよ。社屋の一部が粉々になった。かなり強力な爆薬だったらしい。和平合意に反対するプロテスタント組織の過激派がすぐに犯行声明を出した。おそらく合衆国政府へのプロパガンダだろうが、標的にされた会社はそれ以前からも遺伝子改良の問題などで環境保護団体や一部の原理主義グループから反発を受けていた。それでなくとも成り上がりのアイルランド系企業、カトリック教徒には風当たりが強い。アメリカ東部はワスプの土地だからな。やつらにしてみれば格好の宣伝材料だったろう。その日のうちに NBC のテレビ電動では神の正義の鉄槌が下ろされた。その男の心の内を説明するのは難しい。ただ不思議なことに、父と母の弔いを済ませた後、男には報復を考える気持ちがすっかり失せていた。すべてが深い霧に包まれたように、神の姿さえも見えなくなっていた。今まで確かだったもの、霧の中に溶け出し、手の中から離れていった。次から次へと。そして最後に残ったのが、幼い日に抱きしめた妹のぬくもりだった。小さな、消えそうなほど小さな命のぬくもりが。船着き場へ急ごう。私にはこれしか能がない。そのメイドは君が守ってやってくれ。じゃあ、屋敷からは？
それはわかりますが、私どうやってここに。それはその男がずっと。隠すことはあるまい。よくわからんな。東洋の神秘だな。いつの間にかずいぶん仲良くなりましたね。もう大丈夫です。先を急ぎませんか。はい、ご心配なく。私が先に安全を確認する。ついてきてくれ。周囲の障害物の背後は確認した。スナイパーに狙われる恐れもないだろう。君たち二人が先に乗れ。私は背後を見張る。ちょっと待った。先にタクシー代払ってくださいよ。お足が出なきゃやってられないんでね。1億リラ。ドルだと7万ドルぐらいかな。ただし一人分だ。三人ならサービスして20万ドル。俺だってこの金で高飛びするつもりなんだ。悪く思うなよ。あんた、ヨシアのじいさんがどうなったか知ってるか？この島に住み着いてたじいさんだよ。ショットガン一丁じゃやっぱり無理だったか。いろいろ都合つけてやっただけさ。俺の死んだ親父に似てたんでね。おじいちゃん、どうしたの？なんでもないよ。ほら、早く中に入りな。うん。ただの預かり物だ。気にするな。さ、早いとこ船に乗ってくれ。すぐに出発するぞ。ええ、行きましょう。やはり一度ニューヨークに戻りたいですね。久しぶりに父と母に会いたいので。何か。あの人も一緒なのですね。
ここまで私たちを助けてくれた人ですから。信用はしませんが、嫌うのはやめます。本当に私も乗っていいのか。しかし私にはもう。まったく気楽な男だ。私に結婚式まで付き合わせるつもりらしい。わかった。君の望み通りにしよう。こんなことになるとはな。まさか私が生き残れるとは思わなかった。大した男だな、君は。OK、カツラに。私は頼む。妙な気分だな。こういうのは初めて。貴様も死ね。ドクター、船の中に入ってください。ダメです、ドクター。船が動かないぞ。係留柵が不当につなぎっぱなしだ。あれを外さないと出航できない。係留柵は私が外す。君たちは出航しろ。無駄だ。
早く行け。逃がさ、どけ、どかぬか。何をする貴様ら。どかぬ。